はい、こんにちは。海を愛し海に愛された男、レジンアーティストの剛です。こんにちは。はい、今回なんですけども、今回の動画ではこちらの海レジンをよりリアルに近づけるためにはどのような工夫が必要かっていうことに着目して、動画を撮っていこうかなと思います。はい、今回の作品は下地全てに、本物の砂っていうのを使ってます。わかるかな。こういった形で全面に本物の砂っていうのを使ってます。はい、このように全面に砂を敷いてアートを作ることでどういった感じでリアルになるのかっていうのもぜひね、見ていただくととても楽しいかなと思います。はい、それでは早速こちらの作品の作成動画に移っていこうかなと思います。今回の作品は A4 サイズに1層の波を描いていこうかなと思います。で、流し方としては少し斜めに波をね、入れていきます。そしてまずはパネルの側面にレジンが垂れ込まないようにテープを貼っていきましょう。はい、そしたらここから下地作りです。主材と硬化剤を混ぜていきます。割合としては主材が2、硬化剤が1、2対1の割合で混ぜていきます。混ぜたら棒状のようなものでかき混ぜていきます。目安としては混ぜていくと線が出ていきます。このような感じで、で、この線が消えるまで、透明になるまでかき混ぜていきます。はい、そして今回の作品では下地に本物の砂を流していきます。ですので先ほど混ぜたレジンに砂を混ぜていきましょう。混ぜ終わりましたらさらに砂、そしてレジンをかき混ぜていきます。かき混ぜたレジンと本物の砂をパネルに流していきましょう。はい、流し終えましたら手袋をして手でこのように広げていきます。凸凹を作っていただいたり平らにしていただいたり、そこはお好みとなります。少し砂のような感覚をもっと出したいようであればこのような形で追加で砂を足していきます。はい、ここからは波の部分の下地塗っていきます。今回使用したのがエメラルドグリーンの色となります。優しく薄く塗っていくとより透明感っていうのを出すことができます。はい、そしたらここから波作りとなっていきます。また好きな波の形に流していただいて全体にレジンを広げていくようにしていきましょう。もうこの時点で薄く絵の具を塗ることで透明感っていうのを少し出すことができます。はい、ここからは気泡を抜くため、そしてレジンを平らにするためにヒートガンをレジン全体に当てていきましょう。波の部分作成です。下地の部分、そして流したレジンの境界線に白色のレジンを流していきます。ここが波の部分となります。ここからがレジンアートの醍醐味となります。まずは弱い風でレジン、波の部分に風を当てていきます。これは流動性を高めるするためですね。そうしましたら強い風を当てていただいて波の部分、波目模様を作っていきます。はい、このように当てていただくとシュワシュワのようにプチプチってセルと言いますが出てきます。ある程度波の部分が作成できましたら、最後弱い風で波の部分っていうのを調節、そして整えていきます。
はい、そしてここでもう一層追加です。細い波を追加していきます。こちらも同様にヒートガン弱い風を当てていただくとちょうど良くなるかなと思います。はい、そして徐々に出てくるセルがとても綺麗な作品となっていきました。はい、いかがだったでしょうか。今回の作品は下地の部分を全て本物の砂で埋め尽くすというやり方になっております。よりリアルに近づけたい、本物の海を描きたいっていう方にとてもおすすめのやり方となっておりますので、ぜひ参考にしてみてください。そしてポイント一つ最後におさらいをしていきます。この下地の色を塗るときですね、この時に関してはより透明感を出していきたいので、そしてね、下地の砂っていうのを目立たせていきたいので、下地塗るときは優しく、そして薄く塗っていただくとよりリアルな海に近づきます。なので下地塗っていただくときは優しく、そして薄く塗っていきましょう。はい、ぜひ少しでも何か参考になりましたら、いいね、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それでは以上で動画の方を終了とさせていただきます。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。